SD 山川穂高さん、歴代史上最もファンと選手たちから嫌われた FA 選手に認定される。清原超えたな。事件直後のドスコイも負けてなかった。福岡では人気者だけど、現ソフトバンクフロントよりは多分嫌われていないから大丈夫やろ。山川はコーチは無理だし、フロント入りも無理そうだし、引退したらどうすんの。もう無理、うちマジで高ファンやめる、来年はもう見ない。去年の近藤がいきなりほぼ三冠王の活躍しちゃったから、山川も1年目からホームラン王、トラント目の声、ホークスファンからは厳しく評価されるかの。活躍すればまだ挽回の余地はある。これで滑ったら笑うしかない。ここから全盛期バースくらいの成績残せば崇められるぞ。デスパイネくらいだったら袋叩きだろうけど、謹慎ってなんなんやろうってのと、人的保障のプロテクトってなんなんやろうって二つも問題提起してくれた。しばらくは夜の街に早々である県から野球に専念できるんやないか。ファン辞めたけど応援する球団がないってのはそれはそれでつまらんな。他球場は一番近い広島でも普通に遠いし。活躍して優勝したらチャラやろ。もし和田が保証で言ってたら、ソフバンファンからも嫌われて四面楚歌やったやろ。まあ高ファンには若干同情するわ。本人の言う通り今しめ FA やからな。最初は意味不明だったけど見事に有言実行やん。ここまでして手に入れたのに全く打てないことになったらどうなるんや。近藤柳田山川の並びはまあすごいはすごいよな、当たり前やけど。あんなごたごたした人的保障初めて見たわ。ご視聴ありがとうございました。